曜日の経営の話をしたいと思います。よろしくお願いいたします。先週はですね、ちょっとパソコンが長くて配信できませんでした。ということで、普通の配信を皆さん開けましておめでとうございます。よろしくお願いします。今日も特別なことは言わないので、いつも通り9時過ぎぐらいから式の運びを締めに大会予定しております。今までエンジョイの方の様子をお楽しみください。それではお願いいたします。
Thank you.
Yeah!
Fight!
Fight!
Oh!
な関係で、普段は7セットなんですが、5セットで獲得してます。まあ、それでもいいけど、今からもう今から待ってじゃあすごっ。あの皆さんスローテフさんにヒーロー何本これ店内流すか。はい、ということで、これ何時からやるんだっけ。9時15分で締め切ろう。じゃあ9時20分ぐらいからいつも通り始めていきます。59回ずいぶんやりましたね。そっか、週に1回だから19週目60週ぐらいこれもやってる。川島、ハク、ハカム、福山、スギ、エクスタ、ドーレ、リコ、トモザ、ウノセ、中島、お茶丸、シャル、川又、スノブ、ハマル、かなりレベルが高いですね。毎週っていうか毎曜日違うとこ展開展開って言ってますけど、ウルトンとウトナーぐらいしかやっぱこうやってみんなで喋れるところがないかな。まあ結構狭いんだよね。じゃあシャッフルしちゃいますか。ラウンド1ファイト。あ、
そうそう、この間バーサス東西戦のリーダー私やらせていただきました、初めて。まだ動画出てないので結果は言いませんが、相手のリーダー指名していいよってことだったので前年のウンチン君を相手にしました。ですから、あそこはあれしかいない。Thank you.
ですね。帰るとかわしてわかんない。皆様お使いのパソコン、スマートフォンの音量が小さいかもしれない。それは声だから小さい。そんなことない気がするけど、でかい方だと思う。マイク OK 大丈夫。さあ山本龍。山本龍、あれ。あれ、もうちょっと準備のはずでは。あー、ちょっと出ましたね、今ね。竜巻のパソコンがもう無理。これはいらんとこ
そう？あ、ゲームが大きいってこと？分かんない。分かんない。ゲームが大きく聞こえる？あ、じゃあゲームが大きい。ちょっと下げますね。うん、そう、そんなもんでいいんじゃないかな。あの別にまだ何も大会やってないです。ただの野試合ですから。ただの野試合で実況する練習です。店内にも流してるけどいいのかしら。山本さんやっぱチュンリーですよ。チュンリー竜を使うまあ、リュウガエルをね、もう少し、もう少し下げる。こんぐらい？こんぐらいですかね。あんまり下げると今度音、声しか聞こえなくなっちゃうんで。おー、よく聞こえる。ってことは、序盤に喋りまくってた？僕の…僕の声が大きいのか小さいのかもサンプルとしてはあるんで何とも言えないです。波動で押していく。ソニックは出ない。投げる。さあ画面端、あ飛び込んでガードするが勝利出ない。投げて、さあガイルは、ウネガイルはあまり攻めなくていい状況。ガード打ってガード竜巻。投げはこすられない。投げはこすれない。さあ飛びが通る。ガードもう一度とで終わりじゃないか。さあ中足裏切り。裏切りでもないね。さあ友座、友座流。さあうね君にどんどんラッシュが。そろそろやりますか。皆様、キャラ変更今なら聞きますからね。来てくださいね促さないでいい。キャラ変更もういいですか。いいですか。します。お、来た。ほら来た。ベガチュンリー。ベガ、ベガチュンリー。どっち。ベガチュンリー。はい。終了。キャラ変更を締め切りました。ご協力ありがとうございました。さあ9時半を過ぎたところなのでそろそろやりたいですね。じゃあその対戦クレジット使ったら開けてくださいね。最初福山さんとハックン、その後お茶丸さん、よろしくお願いします。福山ハック。さあキャラは福山、福山フェイロン、福山フェイロン、ハクベガ、フェイロンベガ。なかなか濃密な組み合わせ。お茶丸ザンギ、川島ザンギと続きます。いや、やだな、どっちも飛びが取るけど暗い投げ飛び
さあウネガエル画面端胴体を飛びが通る。飛ぶ。さあガイル側飛びが通らない。飛びが通らないと透かしな、うん、わかんない。じゃあこの試合終わったら上げてください。お願いします。大昇龍ダブルサマー削った。さあ対空出ないがサマーで返す。三段が入り、さあ大きくリード。さあここで画面端こられるとまずいが、中足得意の中足。さあじゃあうねくん開けてください。そこさん、福山フェイロン白ベガです。じゃあじゃんけんしてください。どっち 2P。 はい、じゃあ福山さん 2P 逆ですよ。はいじゃあちょっと申し訳ないですけどマイク持ってるんでこのまま僕がロードが喋ります。フェイロンベガ、じゃあ福山さん倒しちゃってください。いやこれで死んじゃうんだマジか、これで死んじゃうの。はい、こんばん、皆さんこんばんは、山本です。まずあれですね、まず 2P から福山さん入ってもらってフェイロンで勝ちました。ホンダステージですけど大丈夫ですか。フェイロン異論はない。ホンダステージやだ、やります。今日なんとなく 1P、ハクベガ、 2P 福山フェイロン、第1試合開始です。お願いします。お願いします。はい、福山さんがポイポイ投げている。ちょっとベガ厳しいのか、この組み合わせは。ベガもただ投げれば、おっとバックジャンプ中 P、 うまい。ダブル2が突き刺さる。両者ゲージはある。おっと最後もダブル2前に出ていた。あ、さあ福山さんの表情がちょっと笑っちゃってる。はい、あ、ちょっと喋っててもらっていいですか。僕ですか。はいはい、画面端レック、あ、支援できる。レック空振った。飛ぶけど、飛ぶ、投げる、空対空、三段入った。ゲージはない。ベガゲージありますね今。え、ないっすよ。ベガスーパーゲージあり、あーごめんなさい、失礼しました。フェイロンがありました、失礼いたしました。さあ溜まって、お互い溜まって、さあ噛み合っちゃうとフェイロンが一気に逆転しちゃうけど、フェイロンが待つ形。飛ぶ投げる。しかし裏から投げ、ハクベガ勝利。あざす。はい、次お茶丸ザンギ、お茶丸ザンギ。さあペコさん、それとも僕は喋んない方がいいですか。今日なんか気分で喋ってますけど。さあくるくる回って壁持ってったけど、安易に近づけないベガが
どう足先だけ当てていくか。さあ投げた、空対空して3段目を入れないでスパコン。ドロップキックが通るけど空対空で終了。まあね、ザンギが飛ぶのをベガは対空が地上対空が乏しいのでベガも同じタイミングで飛んでないといけない、そんな組み合わせ結構マニアックですね。飛んでカニを当てていきたい、空対空噛み合った、画面端、さあ始まった、トラが通さない、スパコンも入れて打ち、さあザンギが飛んだとこに空対空で終了。見てからですね、次カワシムザンギ、カワシムザンギ、さあザンギ連戦、さあ回った、攻めが読み返す、投げて回って投げまで入らない。さあ慎重に行きたいけど回される、今の届くんすね。いや別にもっといいっすよ。あ、2人で、あ、どうぞどうぞ。投げて、お、回んなかった、投げて脱出したい、めくり、じゃあマイクやりたいそうなんで変わります。じゃあ次のキャラを言ってあげてくださいね。ウネガエル、あ、4までウネガエル。マイク変わって福山龍と、ハクハクさん、ハクさん、ハクさん、さっきやられたよ。じゃあザンギは全然分かんなくて、さあ今日はザンギに出し、ちょっとガイルはやっぱ強いですよね。ハクさん今日ウネあり、あ、でも結構今日はウネあり、ウネありですね、ウネありウネありで来てないぞ今日。おっとおっと、やはり抜きか、ウネ君結構ザンギ苦手説あるんで、いや、このザンギやばいから本当に相手が結構やばいな。ステージ遅いんで結構どうなんですか、ね、これ川一じゃないから俺。さあソニック出てきたぞ。さあ後ろでペコさんが結構うるさいぞ。さあペコっていう。さあさすがにタストさん見てる、タストさんさすがにさすがにジャックジャック打って、ウリナ来てるぞ、2発目が当たってどっちだ、あ、今の中足は危ないぜ、おお。さすがに中足で刺していく、アクさん、これ元ガール使いからどうやってザンギ倒すんですか。いや、まぁ、あ、ジャクソニックジャクソニックジャクソニックって中足ですかね。キャミーはどうやって倒すの、キャミーですか。さあ、そんなこんなでさあ、ウネさんが左足動かして見てるぞ、見てる、あ、ビヨってしまう、投げる、ウネ返る勝利、相手が悪かった。次はシャルさん、はい、シャルさんです、お願いします。シャルさんの剣ですかね、わかんない、1キャラ目なんで、シャルさんのバイソンかな。ラウンド1、はい、シャルさんの X 流、
サウルさん来たぞ、はい、ステージが おっと、ソニックだ、サマーじゃない。なぜ今サマーを打たなかった。その後ジュースか、だがここは伝統の戦に台足はさすがに安全。サマーさん押してるぞ、サマー待ってる、処理待って、今来てるぞ、サマー止まっていない、これは余生か。あ、でも昇竜ダブルがある、まだいや、まずいんじゃない。おっとあるぞ、サルさんあるぞ、波動が、あと、あー、今の当たんない、いやー、まだある、これは、いやー、全部見たことサマー、サルル、なんだこの二択の強さは。ちょっと焦っちゃいましたね、これって勝ちちゃったけどね、勝っちゃうと焦るところあるんで、長いんだよね、サルルはね。さすがに、さすがに皆さんか、さすがにメインキャラスバットで返してこける、しかしサルさん諦めない、地道に行く、じゃあソニック踏んでソニック打って名称か、まあ、ソニック投げる、ここで投げ、さあサルさん倒した、ソニックいい昇竜飛んでしまって、いやリバーサスカマーまずいか、投げくるぞ、あいつガードで、いや飛んじゃって、いやでもガードしてる、真空があるぞ、いや飛んでシグネガだ、さあまずい、余生かこれは、いや飛ぶ、あおっとサンダー入って、なぜかサマーじゃないけど、どちらもミスがあったが真空って、いやこれ分からないっすね、飛びで決まるぞ、ソニックが当たって、さあ気合どちらも気合が入ってる、いやーなー中足、ソバリリを倒す、ソバット連打と見せかけて中足、勝ったのはウネ X ガエル。さあ本家、本家来たぞ、本家が本家来たぞ、本家がガエルで、これはさあ本家が、それはスイさんじゃなくてポテトポテトサラダではない、ポテサラではない、ポテサラではない。さあ打ち合いか、こっち遅いぞ、この一発のダメージが大きい、どっちだ、まだまだその致命傷ではない、ちょっと投げていかないな、ぐらいして投げ、振るぐらいじゃねえ、高めに食らって、いやーちょっとダメージが痛い、スタープが入る、いい足で、いやーちょっと時間が厳しい、ちょっと攻撃しかないぞ、ここが攻めるのはちょっと、おっと、いやーさすがに金子がある盤石だった、やっぱ体力リード取られてしまうとガイルはやっぱきついですね、ドンキャなんだけどね、さあ特にやっぱドンキャなのか、なる先ほどはカネゴガイル打ち勝ったか、もうすでにドットで勝っているのがカネコガイル、中足が入ってもっと中足で返す、投入力でムネさんもちょっと押してるぞ、もっと、うわここでちょっと勝っ、いやジャンプ大ヒット、まだ全然あるぞ、ここは冷静、ドットで、うわーっと、あー外野手当たったかもしれない、打たない、うわーソニック打てた、めくりが来て、体来るぞ、いやーちょっと厳しい、ジム来るぞ、これ終了、あるか、いやー飛ぶしかないか、あー外野手、いやもう無理だ、あー金子ガエルだった、さすがに盤石、王さんの X、 さあまた伝統の一戦、また王さんの竜、王さんの竜、開幕注目ですよ、はい、ちょっと下がからスタート、まあ、裏剣がスカって、いやさすがに、お、前足もスカる、裏剣結構スカってます、あ、こけて、どっちだ、
ほぼ五分。ちょっとが変わってます。ちょっと若干飛んで入って。お、あゆ。いや、その猫さん遅くだぞ。お、投げて。受け身ないぞ。シックが溜まる。で、次は。よくやった。いや、投げた。いや。やあるぞ。わかんない、わかんないぞ。さあ、金子さん、シックいや、前飛べ。あー。さあ、名勝負か。ドロー。パークさん、熱いですよ、この試合は。熱いですね。開幕が勝ち負け、いやー、若干いい様待っていた。金子さん、見てるぞ。金子さんは開幕にあんまりソニックを打たないっておっしゃってたんで。あー、なるほど。裏切りましたね。おっと、タッチ瞬間で下ろし落として、裏剣が痛い、いやー、台足も返して、飛びもリフトで落とす、いい勝利あるぞ、いやー、ちょっと地理品感、いやー、出してしまって、投げに行ったが、台足、いやー、ネコカエル盤石、いや、まだ、これ、フラグ出しましたよ、白さん、今。まあ、ちょっと心で負けてますかね。佳境院状態入りましたよ今。あーと、あっ、いやー、YouTube さあ歩いて中出し、中盤で落としてソニック、ダイナモン、いやー、おっと打つ、まだ打つ、波動、やっと大足、あー、カネコガエル2連勝、踏み込んで大足までは結構良かったですね。福山さんのポテサラの話がめちゃくちゃ面白くて結構動画見ながら笑ってた。いや、俺大阪でも言われたからさあ、3大ボラが来たぞさあ、最強が来たぞ、中ムーホンダこれは強い、ステージがでも、ホンダステージでも、ガイルは完全タイムあるぞ、まだ金子さんには。ガイルは、いやパクさん、教えて、ホンダどうやって戦うの。これは、まあ、これはね、いや、自分ちょっとそんなにあんま下かぶれないんで、言わないで。そうですね、ここはやっぱ後でマイク買ってもらった方がいいです、ね、あの方も見てるぞまあ、どうなんですかね、これ結構キョーソニックとか有効なんじゃないですかね。さあ、金子さんが1本目取ってるぞ、そして中村さんが、中村さんに出る、ちょっとステージ遅い方が対応しやすいですよね、攻める側がちょっときついかもしれません。あ、近い間合いは怖いぞ、もう一気に来るぞ、いやー、下がりして、この後は全部待って、行かない、いやだが、いや、下まで待って、ここから全然あるぞ、いやだが、このプレッシャーが、どんどん来るぞ、ソニック引っかかって。うわ、これはどうなんだ、一回で終わりだぞ、いや、だあー、やったダブルあるぞ、ダブルが、カネコガエル守りきった、ダブル、キャラ的にやっぱきついとこありますね。ボスラッシュ続きますよ。次、中島さん、ハクさん、また伝統の人になりましたよ、これ。そうですね、この急にステージが速くなりましたね、いきなり最速レベル結構飛んじゃったね、ステージね、これ。そうですね、でも中島さんは外部結構分かってやってますから、名勝負の役立つ、いい投げ、ガードして、あーと、いや、台足、いい波動、強波動、飛びバッチリ、シック来るか、まだ打たない、真空が怖い、金子さん見てる、いい投げ、真空に弱しての投げ、いやー、ここから真空を持って前にすかすか、怖いっすね、ちょっと今読みがね、金子さん合わなかったね、ソニックからスタート、いや、もうソニックを誰か厳しいんだよ ね、 あー、しっかりリフトで落として、あ、おっとちょっと今踏んでなかったな、そうですね、立ちガードして中盤で落とそう、そうですね、さあソニック、長打剣もらって、真空が投げて、まだあるぞ、いや、結構ガンガン打ってくっていうのも手ですね、中島さんはぶっ放さそうな気がする、そうですね、いい調子、調子
金岡さん、4連勝なるか。開幕は中足のニック。ガード自分か。お、投げる。あ、どうしたか。裏剣打つ。これは痛いぞ。そこと金子がベースだぞ。サンダー入っちゃった。いやー、金子がエルだった。バッシリサンダー入ってしまう。ペコスさんの、さあ、ソーリーアロ、ソーリーアロ来たぞ。いや、ソーリー、いや、いや、もう打ち勝った。ペコ、いや、いや、うん、ソーリーじゃなくて、さあ、ここでペコさんですね。あ、今日は来てない方の、あっと、竜巻。さっきやってましたからね、この2人は。膝からの、さあ、剣が入る。あと、台足からぶって、踏んで、投げる。投げ。ペコさん受けないぞ。いやと、あ、情熱。TBS か。いや、膝。今のは分かってても嫌いにだな。いや、今の裏切り。いや、投げ返せられない、投げ返せられないんだな今は。情熱が発動します。マステージも情熱なんで。さあ、ペコさんか。もう一気にいっちゃうか。さあ、バルログはお茶丸さん待ちか。お茶丸さんがバルログなんでしょうか。いや、さすがに押して、おっと、大足、いい大足だった。いや、ちょっと画面はちょっと厳しい、大足。いや、そら、おっと、OK、来たか、押し戻すか。いや、情熱ペコエスケがダメだ。 TBS からの昇竜、大パン昇竜。ポテサラガエルですね、杉さんの。さあ、タッソーシさんからもパーフェクトエンターテイメント殺せオデッセイ。あ、さあ、そして来たぞ。ポテサラが来たぞ。情熱パーフェクト入りましたね。ああ、さあ、そういうわけでこれはペコさんの勝ちです。で、スギガイルの、まあ、X 的には結構ガイルはきついですけど、あと、空振って今日はスギさんにソニック出てるぞ。いいサマー、サマー、大金星なるか。ドラゴンダンス。あ、膝が、あ、速い、早いんだ。膝がめちゃくちゃ速い。いや、これ速いな、これ。いや、うん、後半に出てくる CPU みたいな速さ。8割ぐらい減ってますね。ペコさん、いい動き。ペコさんはそうですね、前に歩いてプレッシャーのかけ方がすごいですね。サマーできる。投げて、次あるぞ。ここしのぎたい。ペコさん TBS 来るぞ。これは我慢我慢。ちょっと大足でこかされるのが結構怖いですね。いや、一撃あるぞ。大足させて、サマー空振って、いや、そっち出すことか。安いか。ダウンしなければ OK。 いや、次はここしのぎたい。サマー、そうじゃない。いや、膝が速くて、うわー、次がいるカットイン。海域クリアなるか。いや、とジャンプ、おっと、あなた言わけだな。使って、膝、これが速いんだ。膝が速くて裏からネタ来るぞ。ジャックジャック、また投げ。いや、これはタメキャラで、すいません、ここで。いや、これはやれっぱ。いや、いい試合だった。あー、やっぱ早いステージで対応するのは結構難しいですね。いや、これでもよく対応した今。情熱があるんで。さあ、ほぼ山さん、山本さんの山本さん、今日チューリーからちょっと顔つきが緊張してますよ。タイマーク波動拳、おっと、ジャック波動踏んで、ジャック波動じゃないな、飛行拳。さあ、固めて、山本さん来てるぞ。あと、謎の背中蹴りがスピニングで逃げて、ジャック波動引っかかって、あ、意外とスピニングいいんですね。逃げれてますよ。お、投げて、いや、投げる、これが強い。この画面端のこのチクチクが、いや、これは、あ、いや、今攪拌あったっぽいんですが、どうだ、戦列溜まってるぞ、山本さん、あるぞ。ちょっと一回は昇竜のに攪拌が通ったっぽかったんですけど、ペコさんか、やはり。やっと昇竜、あ、昇竜勝った、よく決めくった。これは
ちょっと下がり気味か。これ全部いっちゃうか。大倉さん、ペコさんじゃ通らないんだな。それが投げて、ペル、いやこれはさすがにすぐ山本か。さすがにほぼでしたね。さあ、さあ一本ずつ取り合って、前歩き引っかかって、いた、ピヨルぞ、よくした。いやー、キックを打ってしまう。いやー、踏んだー。絶対山本さんで、ね、クスパーさんの X 流。1ラウンド取られた後のチュンリーの投げがめちゃくちゃ減ってましたね。結構強い減りだったよあれ。ハクさん、キャミーの投げはどうなんですか。教えてもらっていいですか。キャミーの投げはまあ、やっぱ足で投げた方が次の行動に移りやすいっていう風に、まあ、教えてもらったんですよね。まあ、自分もまあまだ早くハクチにならないと。いや、そうですね。さあ、そんなことね、押してるのは展開が早い。いや、エクスパーさん、ちょっと押し返しあるぞ。画面端で真空を持ったエクスパーさんが、やっとペコさん強気。あ、勝利、ネッパー、ここは確定する。さあ、開幕注目ですよ。龍拳は開幕は何がいいんですかね。竜巻引っかかって、様子見でも全然いいぞ。いい勝利、さあ、エクスパーも出すぞ。いや、今中だったな。いやー、画面端でプレッシャーが投げくるぞ。ちょっと遅らせて中足、内足、一歩も来ない。中段、よくなった。このさあ、シンクソードくるぞ、よくなった。さあ、ペコさんが、いや、画面端のプレッシャーがすごいですね。よっしゃー、エクスパーさん叫ぶ。よっしゃー、今会心の竜巻投げを、新年のこれ一発目ですね、これ。これはめでたい。台足空振ったところ、いい勝利。ペコさんどういく、これはエクスパーさん溜まっちゃうぞ。おっと、いい勝利、ジャックからの勝利、真空で、これはぶっ放していく。もうぞ、ペコさん出ない、高めに当たって投げて、画面始まり、体力差結構ついたぞ。あー、いや、これはまだ打たない。あー、バックあるぞ、してしまう。うまい、あーっと、あー、勝利だったな。いやー、今の今よ、いいまくりでしたけどね。いや、今の劣化だったらやばかったですね、壊しが。さあ、ボスキャラ来ましたよ。友田さんのボスキャラ来たぞ。バイソンから。友田さん結構バイソンやってるの見ますからね。これは私は一度も勝ったことがありません。いやステージが早いんで、龍も結構突っ込んでくるバイソン怖いですよね。グラッドからこかされて、いや、もうバイソンたまんの早いっすね。これもう終わっちゃった。山田アルドの内足が最後はヘッド。さあ、今日は飲んでないぞ、友田さん。飲んでない友田さんがよく見てる。いや、盤石か。いやーと、全部ピヨったぞ。いやー、これあっ、ピヨった、あっ、うまくごまかした。友田さん強引。さあ、最後はちょっと怪しい動きでした。瀬尾さんです、お願いします。チュンリー、瀬尾さんの1キャラ目。1キャラ目はベーガー。あー、すごい。これはこのカードはどうなんですかね。ベーガーがやっぱきつめなんですかね。どうなんですかね。使わないですからね。そうですね、ちょっとわかんないですね。わかんないですね、もう感じで感じで食い込んで投げられる。いや、しかし背負うベラも強いぞ。投げて、わ、押してるの、押してるの、瀬尾さんか。ちょっと、いやいいとこ置いてるな。あー、中足、どっちもよく見てるんですが、瀬尾さんも結構ベガやってるの見ますからね。やってますね。あー、ちょっと食い込んで噛まれて、ゴチゴチ。さあ、友田さんもすっきりだが、バイソンのバックジャンプの攻撃が結構いやらしいですね。反応遅いぞ。おっと、投げれない。
あと投げて、あ最後どちらもミスあったか、あと拾われて、瀬尾さんか、あるぞ、あともだけか、あ粘った、あ岩投げたかな、さあ結構熱くなってきたぞ、中盤で裏回って投げて、ダブル刺さったぞ、刺さって大きい攻め、最高ガードして投げて、投げない、あー、いや、投げない、いやー、パーツ追っかけてくる、投げない、いい反応だが、さあ、どちらも黙ったぞ、これスパゴン勝負か、これは今これ熱いぞ、ちょっとバイソンがドット少ないですかね、このままいく、うわー、と逃げる、さクレイジーね、削り殺す、いやー、今のいい空対空でしたね、今のさあ、グーテンさあ、グッチ会対決になりましたよ。さあ、もう、さあ、1キャラ目、グッチさんの奥。これ、あの方なら勝ちますよ。これは、いやー、今ちょっと、おっと、来たぞ、角飛び、あー、よく見てるな、いやこれはちょっと、おっと、さあ刺されて、あーと、これはいやクレイジー、いやこれ厳しいですね、思った以上に厳しいですよこれ、はい、ちょっとステージも早いんで、グランドがもうそう、すごい早いんだね、おっと投げて、これはちょっと遠い、あーヘッド、中足、左足でこかして、あるぞ、おっと、あーっと、どっちって、いやクレイジーがある、クレイジーが不気味だな、さあ、いやー、どっかで行く、どっかで行く、ここまで行かない、左足、あー、いやー、いや、ちょっと惜しかったですね、いや、今ありそうでした、91、さあ、2人目の、2人目、ホーク来たぞ。夏村さんのフォーク、さあ、友田さんピンチか、さあ、フォーク使いがフォークを、そうね、フォークですね、おっと、終わったか、よく、いやー、よく仕込んでる、外野手、スバさんどっからでも来るぞ、トモさんいい反応、おっとあるぞ、クレイジーある、クレイジーよ、読み切って、よさあまだ、いやこれはまだ一度も回しませんよ、ヘッドとぶち当たる、さあツモラホク、あーっと投げて、終わったくないぞ、画面端、1回目回して、おっと3段、トモさん、トモ来たぞ、おっと、わあ言われなかったな、いやどう下がって、あるか、あーダブル、スラホーク、かっこいいところを見せていった、だが待ち構えているのは S 佐賀か、勝った先に S 座が待っていた、いたのは S 座だが結構ロードさんは S フォーク結構まだ分かんないって言ってたので、おっと開幕から1回目ちょっと厳しいな、いや厳しい、コンドルダイブがあるので、まあ、相打ちのタイミングなんですよ、これだと、そうですね、いやーっと、あーっ、シナパがなったな、空振って、今の台足、立ち台ですかね、タイガに、いやこれは打たれるんだな、しかしここはもう遠いぞ、打っちゃった、今アッパーカー打っちゃって2回目終わったか、いかない、これ、露骨に来るぞ、ズムラオク気持ちよくなってさあ、これは今のとこにズムラですよ、脱法
脱法対脱法ですね。あらごめんなさい、今日は今日酔ってんのかな。これ千鳥足だな今日俺。前回東西線で酔ってた唐揚げ丸さんは今回もあの服の色みたいになってますから。そうですね、服の色に。キャラカラーもちょっとそうですね、合わせたがある合わせたがあるぞ。あーとピオル5段あとミスだぞ。だが大足が余生か、なんか津村さんが露骨に来そうな気がする。うわ、あるぞ、キャラクターあるぞ、これやってやるぞ。いやだが削りがあるので、あーと歩き差し合いで回すかね。さあダブル台風以外の決着はありえない。さあ1回目これは回して、おっと出てるんだが、おっと あるぞ。あ、これはさあ津村さん溜まっちゃったぞ。津村さんの気持ちいいゲージが、あ、台足絡むたところに3発目のプレゼント来るぞ。いや、これはいや、ここだな、打たない、どちらも打たない。いやちょっと動きが仕込みまくる。あー津村さん、いい笑顔ですね。自撮り足では無理だったか。いい勝負だったか。はい、津村さん継続です、継続です。1周目おしまいで2周目そのまま流れます。結構あれですね、プロレスチックな後半戦は結構派手な戦いが、あの重量級同士のぶつかり合いで、ね、で、1周目最初に戻るので福山さん、お大昇龍竜巻、いやコンドルが、いや読まれてる竜巻、お昇龍、いやこれはやばい、あーピヨった、しっかりしている。さあ、いやー5段がやっぱ怖い。あーと開幕飛んで投げて大足、画面端はちょっときついか、あーと大足からぶって止まれて、いやいやこれ龍有利ですよ。いや別に不利とは言ってないですよ。言ってないですよ。あ、なんかそんな雰囲気が見えてたんで。いや今台足空振ってってあーさすがにバックジャンプ大キック、まさかのロケッティア、ニューナのロケッティア、台足が当たって、いや台足、いやこれは死んだか、いやーと次抜けないと死ぬぞ、死んだ。勝ったのは津村さんのホーク。さあ、白さんのガイル、現在津村さんが5連勝中。あ、いい3話、そして津村さんが来るぞ、死んだか、ダブルあるぞ、出ない。おっと、サマ、魂のサマが刺さった。山本さんじゃないですか。ああ、こんばんは、どうも。ほぼ山本です。多分福山です。あれ多分つきましたっけ。違いました。いやいや、本物ですよ、どう見ても。見間違ってないです。これどうなんすか、これは。これ熱い組み合わせですね。熱い、うん、でもこれ、はい、あれですよね、外流有利な組み合わせなはずですよ、多分。あ、そうは見えないな。見えないだけですけど。あの、ハクさん、完全対応してるぞ。ありますよ、全然ありますよ、今日って思いましょう。
今日は山本さん緊張しないぞ。いやいや緊張しますよ。バンバリ緊張しますよ。今外流力で嘘ついて、あっとアクガイル、アクガイル勝利。久々見た。続いてお茶丸さん。さあお茶丸、お茶丸ジャーニーあるぞ。あ、やった出た。本日唯一のさあバーログ、バーログハクガイルもこれはびっくり。さあお茶丸さん、まあ、ステージも早いですからね。ちょっと反応もしづらい。これめちゃくちゃ早いぞ。しかしさすが、まだ来ない。あれは大丈夫。いや早詰め、さすがのスペイン忍者。さあハクさん、これあれか、引きこもり殺法か。ノーノー投げですね。飛んでくるぞ。あ、終わったか。おっとリバサダ、これあるな。投げない、ハクさんは投げない。爪が、お茶丸さん上から来るぞ。これあれなんですよね、はい、バルセロナの爪は、はい、爪ついてる方が判定がでかいっていう。そうですね、なんか広いらしいぞ。らしいですよね、あ、さあ切り裂かれたハクガエル、出る間にさあ、ハクガエルは死亡です。川島さん、バルログ勝利で、川島さん、川島さん2キャラ目は DJ なるか。しかし相手はバルログだぞ。あるのか、これどう倒すんですか。え、なんとなくぐちゃっとやればいいんじゃないですか。めくったら勝ちみたいな。これまた荒れるんじゃない、大丈夫。そうなんですよね。まあそうや。知らないからしょうがないっすよ。バルログも DJ も分かんないっすもんだって。タストさんもっとコメントしよう。うん、よく出した。いや、なんでも結構いけますよ。めくって、うわさあ、川島さん勝ってるぞ。通常技強いんで、DJ の空対空結構はい、うん、垂直ジャンプ中継とか、まああと、斜めジャンプのジャックパンとかが結構強いはずなんで。くれちゃった。ジャックで上手く、ジャックがちょっと怪しいですよね。ジャックで対空ありかみたいな。ここで新庄だな、よくやった。一発しか拾えなかった。お茶丸さん、お茶丸ジャーニー一回で拾うか、ね、あ、ロコスリッタ、うん、勝つぞ。あーっと、早出しの大キックが読まれていたのか。お茶丸ジャーニープラス10ゲーム、早詰めに早詰めに引っかかった。あれ納得いかないんだよね。あるぞ。おお、川瀬尾さんナイスリバーサル。やっぱりやはりちょっとお茶丸さん、ピョー呼ばれてるぞ。まあ、腐っても XS と決勝リーグ行ってますからね。お茶丸さん、上から来るぞ。上から来る。あ、何をやってるのか。何やってんの。ソバットカーニバル、モロぐらいでお茶タワシム DJ 勝利。 お茶丸さん、押しミスか。さあ2回目が、次はウニさん。さあ先ほどは川島さん残機で負けてますけど、次は今 DJ なのでね。はい、そうですね。ウネガエル対川島 DJ と。川島 DJ。 さあこれ打ち合いか。これね、はい、ほんと僕わかんないんですよ。この組み合わせ。いや、教えてくださいよ、マスさん。俺もわかんないですよ。わかんないですよ。金子さん変わる。まあ、この竜目線の僕から言うと、竜巻が抜けれるガイルと、抜けれない DJ みたいな。それぐらいしかわかんなくて、なんか似たようなタイプなんですよね。おぉ、ちょっと強引いったな。これが後から響くんですよね。裏返ってきた気がする。うまい。おっと抜けた。ピヨルぞ。ピヨル1投げくるぞ。いや来ない。しかしもう完全に川島さんか。陣地も冷静だった。おっと割った。いやー、山ちゃん届かない。川島 DJ2 連勝。川島 DJ 勝利。続いてシャルさん、シャルさん
お、まさか赤い悪魔来たぞ。川島さん、川島さんいけるのか。出た2キャラ目はシャルバイソン。これ終わる可能性があるぞ。これはやばいっすからね、このバイソンは。カンパ、今のはシャルさんだったな。さあ、圧倒的に終わっちゃうか。まだピオラない。あ、DJ はバイソンめくれるんですね、どうやら。あ、いけちゃってますね。ジャンプ中キックですね、今のね。あっ、まずいぞ。やばい。カオシのピオちゃんか。ゲージがない。シャルさんは冷静。見てるぞ。打てない。ゲージがあると、あっと、最後グランド、シャルバイソン勝利。さあ、金子さんがいいところに、金子さん。続いて金子がいる対シャルバイソン、うん、これどうすかね。決して有利ではないんだが、でもなんかいけなくはないイメージあるぞ。やっぱりね、技術のガイル、パワーのバイソンみたいな形ですよね。たまっちゃう前にどれだけ取れる。さあ、金子さん冷静だぞ。おっと、今のところ対応は完璧。これこっからなんかやる。しかし危ない気がする。ジャンプが読まれていた。まだ痛い。ダッシュアッパーが伸びてきたが、おっと、うまい。フレイジャー合わせられる。一気に逆転。うわー、最後はヘッドに投げ。じゃあ山本さん、何すか今のヘリ。さあ、一気に金子さんペースになったぞ。吹いちゃった。ちょっと冷静にいきたいところ、シャルバイソンとしては。ちょっとミスが重なってる感じがする。今週の打球。おっと、でかい短波が入ったか。だいぶ減りましたね。ちょっとまた溜まってるぞ。金子さん、しかし打つか。まだ誰。シャルさんも見てるぞ。飛んでいく、飛んでいく。あーっと、しかし金子入る。体力がなかった。なんと、なんとバイソンを倒す。さあ、続いてゴーさん、うん、さあ、2キャラ目は王さんの剣。これまた熱いカード来ましたよ。剣ってね。あれ、これ1回で終了だよ。バシューンってなってる。じゃらららららやつですよね。さすがですね、福山さん。さあさあ、なんだ、おっと、来てるぞ。ただこのまま終わっちゃうぞ。絶妙ですね、今タイミング。いいアントビでしたよ。まあ、サマーないですからね、あのタイミング。ちょっと苦しいな。しかし、金子がいる。1ドットだぞ。おっと、竜巻に受けてきた。レッパか、戻れない。おー、ゼロドットから波動削り。今、竜巻は減らなかったんですけどね、全然ね。まあ、剣の竜巻ですからね。さあ、今度は投げる。金子さんペースか。ちょっと、これが多い気がするが。最後は投げが決まる。これ、安定感抜群ですよ。ゴーさんも掴んでいきたいが、金子さんが遠い。お互い打ち合いで飛んでしまう、飛んで踏んでしまう。いや、待ってたね、そこ。これどうなんですか、やっぱガイル有利っていう皆さん意見なんですかね、ガイル剣は。どうなんですかね、思ってるようにキャラさんあるんでしょうか。ちょっと何とも言えないですね。さあ、金子さんここで待ってるんだな。さあ、ソニック打つ。竜巻で抜けてきた。完全対応か。さあ、金子がいる。もう防具だぞ。見てから飛ぶが、生裏剣。金子がいる勝利。金子がいる2連勝。さあ、中村さん、
さあ次は中村さんのブランカ金子さんいきなりピンチになった。さあ中村さんはメインキャラのブランカ、これブランカガイル、これガイル有利ですよね多分でもブランカもね、あブランカ有利なんだ、いけちゃうみたいなこと見せてくれるか。ブランカ有利な気がしましたね。金子さん必死に対応する。ローリングにお釣りがないからバンバン打てる。あのショーパンがやらしいので飛んでくる。そうですよね、微妙な対決ですよね。さあリバラン読みのローから、そうですよね、と言うとく大足というところでブランカ若干有利かとも思うんですけどね、精神的に優位に立てるかと思いますが、金子さんがそうですね、完全対応が迫られますからね。大さんがマイクをオンにしながら世間話をしている。なるほど。ただあれですよね、ローリングにお釣りがないからバンバン削れるっていうねイメージありますね、そうですよね、押されますからね。冷静に見てるぞ、なるほど。でブランカとしてもやっぱスライディングが有効なんで、金子ガエル硬い。ソニックを抜けるためにダイヤス落としてすごいですね。おっとしかしローリングが止められてしまう。管理子ガエル守る、踏んでしまう。中村さんどうする、来たぞ。そっとやがったな、網が通るが、さあ管理子ガエルか残りで、あおっと中足が刺さる、金子ガエル勝利。さあ次が中島さん、2キャラ目がガイルガイル、メインキャラガイル、どうなんすかね、モスさんガイルガイルはゴムじゃないですかね、ゴムだと思いたいんですけど違うんすかあるよあるよあれですよ、なんか打ち合うね、そうですよね、数数えろみたいなねいうやつですよね。押してるのはしかしこれはちょっと中島さんか、中島さん赤いガエルですね、青いのが金子さん、青ですね。これでもお互いねちょっとタイプが似てるような感じで、いや今の血足でかかったね、どっちだろうっていう、お互い硬い感じしますけどね、これはさあ10秒切って5、2、1、0、まずは中島さんが守り切った、まずは1本タイムオーバーになっちゃうんすかね、やっぱり何やらないで、やっぱその、時間かけた方が、まあ、決定打がないはずなんでお互いで、まあ、1本取られてる方が次は攻撃力高くなってますから、そうですよね、根性値必然的に金子さんが有利ですよね、ヒットさせれば。さあ2本目も今度は金子さん落ちた、致命傷になりかねないミス。さあソニック打つ、どちらも速いぞ、あれしかし体力逆転しますね、逆転、今のソニックでかいな、熱いぞ、ラスト10秒の攻防、わあサマーです、使ってしまう、ゼロドットだからサマーに行った、いや今熱かったね、完全にお互い読んでましたよね、いや今良かったですよ、しかしそのサマーを読んだ金子さん、そこだけ手を出してなかったですね、さあソニック、押してるのは押してる金子さんか、一歩捨てなかった、踏んじゃったぞ、これ今五分ですよ、さあ時間は半分、30カウント半分じゃない、1/3、おっと体力リードは中島さん、どっちだ、息の詰まる戦いだ、見てるだけで息が詰まる、ラスト10熱いぞ
どこで行く金子ガエル、まだいけない、投げか、あーここは出た、いった2度目は中島ガエル中島ガエル勝利。続いてペコさん、さあペコさん、ね、やっぱ2回目はさすがにね、うん、金子ガエルも投げに行ったいやさっきの見ての投げですからね。そうですよね、よく引っかからなかった、さあペコさん2キャラ目を剣、波動で押していくが、最近ペコさんはもう絶あれですか、エース見ないですね、なるほど、エース剣を見ない、もう本当にやめちゃったんですかね、どうなんですかね、僕もよく分かってないですよ軽い感じで、いやいや僕も全然お会いしてないんで最近あの荒川区の方とかあんま行かないんでさあ個人情報ばらしていく1本目は中島ガエル勝利さあペコさんの梨の投げ来るぞ、でソニックからまたソニック打つ、またあれですよね、話題の剣ガエルですからね、組み合わせは、いや激アツカードですよ、しかし、まあ、打ちの OK か、まだ打たない、スタブが入って中島あるぞ、おっと裏剣が出ていた、ガード盛り上がったな今、ちょっとソニック溜まってなかったようですね、わざとなのかな、さあ、レンチャンジャンプでペコケン来るぞ、波動拳打つ、おっと、めくりからの一気にいくか、さあ、投げ返す、さあ、体力は5分くらいですよ、力はまだある、ペコさん来るか、いや、露骨にいった、レッパが、レッパ、レッパ出なかった、レッパ削り失敗、ペコ剣勝利、はい、両替機 OK です、さあ、そういうわけで、スギガエルが2回目でまたペコさんです続いてスギさんですね、さあ放送道開始30分前に連絡してきてくれた杉さん先ほどはね1ラウンドまた同じ組み合わせですよね、これまたこれリプレイあるぞさあ先ほどは投げで殺されたが今度はそうはいかないぞと、杉さんちょっと動き変わってきたぞ、俺のワイルドさを見ろとこれ杉ちゃんあるぞ、出ない今日は出ないぞどうしたんどうしたんだもしかすると色か、いや色はこれ一番出る色だぞあの噂の X 剣使いの病気有名なあれが出ないという、あペコさん初期症状か来たのかあの呪いはなかなか解けないらしいですからね、シャダックいりますよこれ、杉さん杉さんおっと引き分けちゃうぞ、膝まで行ってしまう中足中足に合わせてもらわないと、もらわないとまずい、全力でさナイス様サマーで抜けた最後は膝またボケキチンさあここで山本さんの2回目、さあほぼ山さん2回目はもう一発チュンリー、開幕注目ですよ、ハードからスタート、さあペコさんが勝利合わせてくるぞ、さあペコさん結構飛び多めにいってるぞ、ハード決意、いい勝利、一気に来るぞさあ山本さん出ると言ってるぞあなぜか山本さんの時だけ勝利が出るあるぞさあ一気にいっちゃうか、もう一回来た、6つ来たぞさあ山本さん池江島ちょっと遠いな山本さん散るかあるぞ山本さん来たか
激安の電動あーいやちょっといろいろ怪しかったぞ本坊山さんさあ、あの開幕踏んじゃったなげがさあ、先ほどよく投げ返したさあ、だけなあ、すぞあ、今勝利に変えてきたぞあーなんで手出しちゃったのさあ、エクスパーさんの2回目です。そうですね、続いてエクスパーさん山本さん、なんでだ、わざ出しちゃったの山本さん足ですよ、出した足足出しちゃった出しちゃいました。いやちょっとねー、ちょっとね、ちょっと言い訳を、僕ペコさん苦手なんですよいや、あの俺もグイグイ来るじゃないですか怖いんだよねグイグイ来られるとちょっとね、グイグイ来ないけど剣じゃないとそうなんですよ。飛んできたぞ、コーナー出る連覇が入った。最後は昇竜拳、確定昇竜拳あ、いいっすよ、いいっすよ。さあ、ペコさんがうん、2本目も来るか。さあ、ハトくんに押す。おっ、投げ来るぞ。勝機が高い。割り切れアッパーですね。割り切れアッパー。おお、あれエクスパーこれが強い。ラジオ大賞たまにありますよ。やっぱね、無理に昇竜出さないとこは出さないっていうね、割り切りが必要ですよ。来たぞ、危ない。先ほどはエクスパー竜勝利でしたね。はい、これ確定なんだな。また同じ組み合わせ。おっと、ヒット確認全部いった。続いてエクスパー勝利あー失礼いたしました、ペコ剣勝利で友田さん違う、さあ友田さん、友田が来たぞ、友田がはい、ね、ペコさんが今、ペコさんが結構流れ来るぞ。どうぞ。ペコさん、まさかの投げ返し。さあ竜巻で溜めていくぞ。さあ、ペコさんグイグイ来るぞ。さあ勝利で落として、今度投げなかった。お、ちょっと目を離してるし、新体新旧ガムジャパ対決ですよこれ勝利出てきたぞまずいぞ。さあダブル2からトモさん削っていく、投げから痛く来るか。さあヘッドプレスからのダブル2ガードしていた。おっとゼロドットか、ゼロドットぞ。さあナイトメアか、うまくごまかした。めくって波動、うわーっとスイジャン着地を蹴る、騙すよ大足。さあ、ボスラッシュ続きますよペコ語剣勝利で、続いて瀬尾さん。さあ、瀬尾さんにキャラメもちろんチュンリメインキャラですからね、これ一気に終わる可能性ありますよちょっと山本チュンリとの違いを見せてもらわないと、やっぱりあれですよね、もうこの時点であれじゃないですかあれ気のせいか何をおっしゃいますか
光圏ぐらい出ますたまには。おっとちゃんと中足体育。いやこれでも手を差し裏に回る。いいですよ。おっと百列が出る。ペコさん惜しかったぞ。おーロケット、あー失礼。うわー今のあれですね、上り体育は、あ上り竜巻は、うまくなんかルカバラしたって感じですね。予想外でしたね。トップスピンですよね、トップスピン単語が出てこなかった。言ってる単語を並べていく山本チュンリー。老化が始まっているからこれ病気初期症状あるぞさ、僕もね、こう見えてあれですからね、はい、あの多分ですけど、はい、瀬尾チュンリーより先に僕の方がチュンリー使いなんですよね。ほぼほぼほぼチュンリー使い多分これはもう間違いないと思ってます最後は中足、瀬尾さん一本取り返す。瀬尾さんかやはり打ち合いになる。これは山本さん、春麗的にはどうなんですか。剣は打ち勝てるんですか。打ち勝てないですよあれ打ち勝てないですよ。いや、ためとコマンドなんでどこまで行っても打ち勝てないですよなんか弱とかで押すんじゃないですか。いやいや全然全然。あー抜けなかった。あの俺地上戦してるふりすればいいんです。ふりする確かそんなの伺いました。もう一回チャージか。そうそうそう、だからチャージでチャージで地上戦のふりして、ほら瀬尾チュンリー最後は中足ポクッと瀬尾チュンリー勝利。さあ、四季の細道、残るはあと4キャラ。グッチさんの2回目。さあ、瀬尾さんが瀬尾さん、これ盤石か。まだたまらない中撃ファンタジーさせよ。おっと百列が入ったのか、あ戦列が入ったのか。ちょっと目を離した隙に動き超いいぞ。さあ百列が中元中大瀬尾さんまだ投げない。奥さんなんとか食べない。あの百列がね、さあバイソン溜まればあるぞ。瀬尾さんか、気候で押していく。あんパンチが、おっと削り切った。瀬尾チュンリーだった。続いて津村さん。つむらホーク2回目来ましたよ、山本さんはい、来ましたね、また脱法山本さん、ちょっとあの後半に黙りがちの癖があるんですよいつも見入っちゃってる。いやいやいや、もう全然もう喋って俺一人寂しいよ、寂しいよ。緊張しちゃってもう全然喋れなくなるんですよジリリリしてくると言ってくださいよいやいや言ってくださいよ、世間話ずっとしてるじゃんそうそうそう、まあ試合のことはほっといて世間話だ戦列が入ってしまった。あ、津村さん、この光られちゃう方か。いいピッタ、うん、ホークはどうするんですか、山本さん。え、これ、ホークは回せばいいんですよね。チュンリーはホークどうするんですか。ああ、適当でいいんじゃないですか。これ、今年もダメっぽいなよ、じゃあ。ピンタ振って、みたいな。とりあえずピンタ振って、みたいな。津村さん、ピュッちゃうぞ。どちらも空を切る。意外と戦列がダメなんですよね。あ、そうなんですね。こんなダイブでやられちゃうんで。瀬尾さん、チャージしてくるぞ。どこで行く。さあ、寄せつけない。一度と。まだ開けない。おっと、狙った。津村ホーク。2本目は津村ホーク。
いやもうあれですよね、はい、僕みたいな、はい、解説を後半の方していくよりは、はい、画面見てくれとその方が分かりやすいと、いつも後半無言なんだもん。そうその方が分かりやすいと、うん、そうだぞ。これロゴチ来るぞ。お、まだ来るのか。出なかった。おっと、あったが津村キックだったはい、ここで満を持してさあ帰ってきたセロアンテープさんいやいや、セロテープさんですよハンセロハンいらない気がさあ、セロテープさん、セロテープさん2キャラ目はザンギフさあ、解説していきましょう。はい、ホークとザンギどうなんですか。これはもうあれですよ、まだ肉弾戦ですよ。肉弾戦じゃん噂のさあ、山本さん、漢字でしか言わねえなもう回したのがついて、あーって光ってしまう4回目のツムラオク。セロテープさんもにっこりであるぞ光ればいいんじゃないですか。やり合いか。でも周りは多分ホークの方が広いですよね。あ、そうですね。でもスクリューだと残念な気がする。ごめんなさいごめんなさい、光る方の話でした、失礼しましたさあ、なんか同じですか。あったぞ。おっと、そして、あさあ、セロテープさんやり返す素晴らしいですね。いや、これいい肉弾戦入ってますよ。引っ張ってスクリューっていうねさあ、ちょっとこかされたくないぞ。しかしやっぱりだぞ、フォークの方がやっぱり機動力あるため間合いを詰めれない。しかしセロさん詰めてるぞ。つむらさん、どっかで来るぞ。危ない、山田切る、ダブルアタック逆転な気がする。怪しい、来たか。あー、落ちてない。カラカラカラスクリュー、あーっと光ってしまうそこで俺たちのつむらホーク勝利。続いてさあ、ローズさんさあ、2回目がエッサガ対ホーク、またあったぞ。そのまずは1回ダイヤして、こかして、あ、いいアパか、来たか、上足さ、そしてロードエッサがいいアパか、さあ対岸に投げ、津村奥は、津村奥どこで行くんだ。さあここで、解説にあ、そう、総理券が来てくれました自己紹介を、ペコ様ですよさあちょっと今日はな、こ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 、いや声が出てねえっていうまあお前ちょっと画面見てやれよ。いやお前うちかとか言うとか言ってんな僕は帰ってこの部分をすごく負け戻してみますこれがやりたかったよ俺なんか自分の声入ってるともう絶対見ないから俺こんな声だっけいやあつまこれなんか一気に終わっちゃうぞ。さあ N コパーの地獄読み切ったかなんか最後グダグダだったけど、まあ勝ったから多くの勝ちですね。さあまた来たぞ。さあ第2のホーク来たぞ。これペコさん、これホークこれどうなんですか。教えてね。どうなのねえねえ。いやまあこれはもう鼻くそおじおじだわうーん鼻くそおじおじ。つむらさんが現在3連勝中。さあ金毛のホーク止めれるか。えぬこぱ完璧だ。さあ金毛さんもやり返すんだ。ああ俺たち
俺たちの唐揚げと言わせてくれ。食べたい、食べたい、俺たちの。あれからブルーベリーパンを作るのかな、俺は。何ブルーベリーパンって来るぞ、勢いに任せていいってもんじゃないんだよな。つまらな、つまらな、また来るぞ。あー、またもう俺たち。まだだよ、福山。まあ、今、津村さんが4連勝で金子ガイルと並んでるんだな。で、福山さんが入ったんだな。こんばんは。こんばんは。あ、福山さんが入りましたね。いやいやいや、いやいや山本さんじゃないですか。いや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 、いやいや山本さん。いやいやいや、ちょっと山本です。あ、じゃあ、いやいやいや山本さんで。そう、じゃあこれはね、もう5勝目健常ですからね。いや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 、ありますよ。あれはほら、リバーサ大勝利。福山さんね、さっきからこのめくり竜巻が全然当たらないっていうね、謎の行動が。ちょっと高いのかな。そうなんですかね、うん、ちょっとよくわかんないな。うん、鼻くそほじほじ。うん、あー、しかし捕まってしまう。ですよね、ですよね。もうね、いかに寄せつけないかですよね、やっぱりこれ。あとね、真空をいかに当てるゲームかっていうことらしいんですよね。あ、そうですね。そうそう、早めに溜めるしかない。早めにゲージ溜めちゃって竜巻出てなかったですよ。あ、それは今の攪拌あったぞ。やはりあれですね、攪拌攪拌。コンドルダイブ落としたいっすよね。お、ちょっといい竜巻で投げて、ゲージも溜まった。あ、昇竜出る。もうとりあえず削りで使う。もうちょっと気にしますけど、ちょっと焦りすぎては。まだ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 あるよ。あー、投げられる。これは N コマハマっちゃうよ。あー、入った。やっぱり5勝目現状。勝ったのは津村ホーク。津村さんが5勝と。5勝。さあ次はたくさんなんだな。たくさん、これはもう天敵のキャミーでしょ。3周目は何、何キャミーがいない、キャミーがいない、まさかのキャミーがいない。あれです、店内入ってないですけどオンエア乗ってますんで、あらあら大丈夫ですよ。あらあら、見たくないなこれ、自分の声。今週上がってる東西線も見たくねえ視点で。キャミーみたいにフットワーク軽いとね、やっぱりね。うん、あ、でもこれね、こけなければ勝てるよ。こけな、こけなければ。そう、おっと、あるあるある、あるのか。あ、いや、ビヨッター、あった。さあ、 B、 1ラウンド目は B で。 B ですか。お、 B だ、本当だ。プロデューサー迫害力、ここで、お、ちゃんとサマー攪拌取ってる。お釣りを入れていく。これ、このガエルホークっていうのはどういう組み合わせなんですかね。いや、福山さん。あ、いない。福山さん。あ、いない。福山さん。福山さんいないよ。福山さんいないですね。ガエルホークはどうすかね。どうですかね。まあ、こけたら脱法っていう感じがするんですけどね。脱法ですよね、やっぱり。ただ、ここまで結構、ハクガエルがいい立ち回り。あー、ここはダブルダッシュしまう。ちゃんとしっかり割り込む。お、失敗した。あ、飛び失敗で。あーと、ちょっと危ない。あー、やっちゃったなー。やってしまった。さあ、止まらない。さあ、津村ホークがこのまままたさらに連勝を伸ばすのか。まあまあ、そうなんだ。あーと、サマーを切られる。ハマったかこれ、死んだか。あ、福山さんどうも。これホークガエルどうなんすかね。うーん、津村
勝俺たちで決まっちゃうんだな。ホーク勝利で6勝、一応これで出揃いました。つむらさんと五勝のペコさんか。そういうおじさんと。さあ、ワンピーツービーどうしましょう。ワンピーツービーはじゃんけんしますか。つむらさんが決める権利がある。つむらさんツービー。決勝が3先、つむらフォーク対ペコさんの剣、S 剣、S 剣、もう S 剣でしょ。さあ押してるのペコさんか。これ大事な大事な決勝1本目勝利が出るぞ。グランドファイナルですからね。グランドファイナル。おっとレッパーが出た。出だしましたよ山本さん。レッパーやっぱ出ますよ。まだ病状は軽いですね。 2P の呪いか。まだまだ病状は軽いですね。さあつむらほぐ、さあ今度はつむらさん見せていただきたい。やっぱ重くなる前にちょっと治療していただきたいですね。さあいい台足差し返していく。おっとロケットケアで反角。心もあんない。そうっすね。結構ね深めに当てるとジャックパンとかで落とせない代わりに来るぞ。ガードしたらスーパーさん冷静。ピオラマイ入った。エルコバここからひっくり返す。ヒットホークもやっぱ連続技があれしかないですからね。ほぼペコさん頑張れ。エッパラに送り返すんだ。ダイヤシこくらいよく出した。見えている出しとく昇竜。ピオラマイぞ。まだあるぞ。一度たったこのホーク来るぞ。ああ空中に逃げてしまった。ちょっとミスあったか。おっとよっわーまずはペコ出しましたよ。まずは、ペコさんが1本、ペコケンが1本。さあ津村さん2本目。さあステージ変わって今度はケンステージで来たぞ。ちょっと遠いか。まだ行かない。さあ、津村さんか今度は。エルコバから逃げれない。完走した。津村ホーク。ペコさん投げ返したぞ。さあ、足を背負っちゃった。コントロールダイブからまた投げきて、これまた完走か。まだ当たない。いい昇竜ダブル来るぞ。パンからまだ来ない。次は近藤さん下がってしまう。どこ行ってんの。ごめんなさい、いろいろちょっと細々とね寂しくなっちゃう。2本目はつむらホーク。なんかあれですね、つむらホーク対ペコケンなんだけど、はい、ついついつむらケンって言いたくなっちゃうんで。これ山本ギャグ来たぞ。これだいぶ抑えてます。タスソさん、これバトンお願いします。もうね、ののしられてののしられちゃった。おっと、画面端から脱出。でもペコさん、よくこれ合わせてるんだよね、さっきのね。勝利合わせますね。しかし、大足言うとほら、大足になっちゃうから。来るんだ。おっと、ワッタがまだある。最後はよ、いや、おめん行かなかった。ガードあるぞ。めおっと、正面から膝。さあペコさん、大阪に送り返すか。あ、そこでいった。おっと、勝利打たんぞ。あれですか、大阪の人はカラオケ行くと、いや、ほんま好きやねんと。そう必ず歌うって聞いてるんですけど。私は歌ってました、ね、本当ですか。都市伝説じゃないです。なるほど、じゃあ津村さんもいい
戻った時出ますね、バンバン昇竜。懐かしい。あっと捕まってしまう。これ青さん、これいい試合ですよ。これ一緒、当然いい試合ですよ。もうお互いあのやっぱり連勝数、さっきの山下の試合どうすか。え、あ、いい昇竜覚えてないですもんね。どういった試合をしたかをちょっとね、後で福山龍と勝負したいと思いますが。ペコ系か、うん、あ、ペコさん、これ見えてるな。見えてる。さあ、翼さん、またゲージが欲しい。ペコさん、あれなんですよね、こう、はい、完全にゲージがする。まだ怖い。まだ大丈夫。まだ。うわー、使った。死ぬんだから、俺たち。死んだ。脱法。つむらさん、リーチ。3本目はつむらさん。さあ、色はまたターボカラーで、はい、さあ4本目。先行したのはペコさんだが、さ、リーチをかけたのはつむらさんですね。むちゃくちゃでかかった今。結構減りましたね今。勝利の、あ、いや、踏み込み。さあ、また山本さんが口数が減ってきたぞ。うん、喋るのを聞くよりも画面を見てくれと。言葉はもう、いや、杉本さん、ね、言葉はもういらない。見守りましょう。そうですね。ほら、脱法が入った。つむらホークリーチ。さあ、ペコさん、残り1ラウンド踏ん張れるか。おっと、低めからの。おお、転がった、こけちゃったぞ。さあ、もうこれ露骨に来るぞ。どうする。ピロさん、教えた。ピロさん、おっと、あー、つむらホーク。ペコエスケを砕きました。それでは一言いただきましょう。じゃあつむらさん、じゃあ一言よろしくお願いします。のおかげで、いい対戦に恵まれてます。本当にみんな見てるかい。高野爪さんにも一言言った方がいいんじゃない。優勝しましたよ。ありがとうございます。優勝した津村さんでした。高野爪さんもね、多分見て大喜びしていただいてるかと思います。勝ちあったわーって、まだ思いもリズムとなってます。そうですね。もう一応今日第59回四季の細道、2018年1月12日ということで、優勝は津村ホークということで、はい。今画面はですね、ホーク動いていますが、これは津村さんではございません。別の方でございます。これ津村テープかな、はい、これは、はい、そうですね。いや、以上で一応はい、本日の大会終了となりますが、お疲れ様でした。お疲れ様でした。マイクしていただいた、ハクさん、ペコさん、ロードさんと、ロードさん、福山さんと、そして私、山本、皆さんお疲れ様でした。どうもありがとうございます。配信はまだ画面上は後合い垂れ流しますので、よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。失礼いたします。すいません、配信23時切りますので、もうそろそろ切ります。すいません、ありがとうございました。ということで、これ終了次第配信は終了になりますので、よろしくお願いいたします。ちょっと今日は開始が遅くて、終わりも遅くなっちゃったので、最後のロード試合の風景は流せませんが、23時なのでいつも通り配信は終了したいと思います。ということで、新谷さんですね、新谷健の勝利ということで、では皆様お疲れ様でした。また来週も同じ時間で配信いたしますので、よろしくお願いいたします。それでは失礼いたします。お疲れ様でした。